はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート271ということで271週目、いきたいと思います。今日のテーマですね、はい、坂手港観光振興ターミナル建設工事という、ね、テーマについてお話を、していきたいと思います。先日発表になったのかな、議会あれ発表になったのかな、議会にも報告がありました。名前がですね、まあ、坂テラスっていう名前に決まりましたということで、報告が上がりました。まあ、坂テラスの経緯についてね、少しお話をしていきたいかなというふうに思います。まあ、住民の方々からですね、あれ結局いつできるんだろうというふうに聞いたりは何件かありましたし、まあ、今回ですねはい、後期の延長ということで、議会に提出があって、まあ、議案として提出があって、承認を、もうしてきましたし、まあ、してきましたよって、僕はしたんじゃなくてね、議会として、まあ、認めてきましたということで、まあ、そもそもね、この3月29日までっていう風な契約内容ではあったんですけど、まあ、後期の延長ということで、まあ、伸ばしました。で、これがですね、まあ、11月29日と8ヶ月。延長になります。まあ内容としましてはですね、まあいろいろあります細かいこといろいろあります。はい、もういどこまで言っていいか分からんから、はい、この辺でやめておきます。はい、まあ近く延長して、まあ、11月の29日、まあ冬12月手前には出来上がるっていうね流れになろうかなという感じです。で、これスケジュールとしてはね、実際どんな感じになっていくんですかっていうところで、もうざっくりでいいから教えてくださいっていうところで、お聞きしたところ、まあ3月中ですね、まあ基礎部分が完成すると、いう形で、そこからどんどんね、上積みができていって、何階建てやったかな、3階か4階建てなんですけど、一番上まで、要は建物がね、完全に側が出来上がるのが、まあ夏、本番の間ぐらい、7月中ぐらいには建物部分ができて、そこからですね、まあ内装であったり中の備品入れたり周辺の舗装とかね、やっていくっていうことで、まあ11月中旬ぐらいには出来上がって、まあ先ほど言ったように29日までには、ほぼ完全に仕上がって、まあ完成形が見えてくるっていうところになるような流れになっております。はい、こんな感じかな。うん、坂手港観光ターミナル坂テラス建設工事ですね。まあ本当に、出来上がってですね、僕も行って案外工事まだ進んでないなーっていう感じで見てはおったんですけど、まあ結果的にね、こう長く、まあ11月、今年の11月末ぐらいまで伸びるっていうところで、まあ承認をしてきました。はい、以上です。2分32秒でした、今の。この前の270が25分喋っとんかな、もう何なんこの差っていうところあるんですけど、まあね、これも実際、議案として出てきた時にですね、まあ本当に何件か話はちょっとね聞いて、あれほんまいつぐらい完成するんでっていうのはね結構聞いてたので、まあそれはちょうど、あ、これはこう発信というか、この動画のネタとしていけるなっていうふうに思って、まあ詳細を少し聞いたっていう感じです。まあ今後のスケジュールもう一回だけね、時間意外に短かったんで、もう一回だけスケジュール、はい、確認したいと思います。まあ3月中に基礎部分がほぼ完成しまして、そこから、側が立っていって、7月中ぐらいには建物の全体像が見えてくると、そこからまあ内装であったり備品であったり、まあ、周辺の舗装みたいなところも進めていって、まあ、11月中には完成、11月中に完成するっていうところで、まあ、後期としては本来は3月29日だったんですけど、8月8ヶ月延長して11月29日に、坂手観光振興坂手港観光振興ターミナル、まあ、現状ね、坂テラスが完成するっていう流れになりますので、皆さんまた、いろんな方にね、あれいつ頃完成するんやろうみたいなことをね、こう話の中でいろんなところの話出てくるかとは思うんですけど、その時にはね、まあ、大体もう11月中ぐらいに完成して12月頭ぐらいからスタートする感じになるんじゃないですかねっていう回答で十分かなというふうには思います。はい、本日は以上です。どうもありがとうございました。